どうもこんにちは。時刻は11時10分です。ということでね、朝と昼兼用みたいな感じですね。こんな感じですね。ワンプレート久しぶりにやってみました。はい、納豆と卵と焼きそばです。で、これですね、しじみの味噌汁。はい、で、お酒はですね、これこんなん出てました。日本はアジアプレミアムってやつね。日本ピルスってやつ。限定醸造ですね。いつものね。国産です。220円弱だ、買いました。じゃあ、食べてみますかね。飲んでみますか、先にね。うん。はい。ピルスナーですね。まあ、オーソドックスといえばオーソドックスですね。日本のビール、だいたいそんな感じですもんね。仮面発酵の。はい。お、色も普通ですね。オーソドックス。国産にこだわってるみたいですね。これ、麦芽とかが、北海道とかね、埼玉県のやつをなんか使ってるみたいで。うん。で、ホップはね、東北のやつ。東北がいいみたいね。よく東北、岩手とか、ね、山形県と、だっけ？ああいうの使ってんのがありますから、東北のホップはいいみたいですね。はい、いただきまーす。ああ、ちょっと苦いですね。俺が好きなタイプ。仮面発酵はこれぐらいがいいですね、俺は。うん。ホップの香りがしますね。この苦味はね、いいですね。これ普通にやってほしいですね。アルコールは 6% かな。うん。そうですね、アルコール分 6%。美味しいですね。まあ、大手3社は大体ね、ビールは、外れはないですよ。これはまずいとかいうのは俺あんまりないですね。これいいなぁ。コクの方もですね、プレミアムビールらしいね、コクですね。なんだろうね、プレミアムと普通のビールの差別化っていうのはね、なんだろう、味が薄いのが普通のビールみたいな感じになってない？別にさ、プレミアムでも薄くてもいいと思うんだよね。でコクとかは絶対あるもんね。これもありますよね、苦味とかね。とにかく普通のビールよりは、何かしらインパクトは絶対あるっていうのがありますね。それがプレミアムなんだろうね。はい、いただきます。うまいですよ。コクとね、苦味のマッチがいいですね。うん、うまい。今日はね、ちょっと冒険しまして、マヨネーズでね、炒めてみました、卵。マヨネーズで炒めると、ちょっとね、しっとりしますね。うん。それを塩コショウで味付けしました。焼きそばはですね、生麺じゃなくて、素直しの、キャンドゥとかに売ってるやつですね。3つで100円のやつ。うん。うん。砂押しってさ、何にもやらないメーカーだと思ってたんですよ、後発の。うん。結構ね、頑張ってて、ご当地シリーズみたいなのもやってますね。大手メーカーがよくやるじゃない、ご当地って。ニュータッチがね、お箱みたいな感じですけど、産業食品とかもやってるよね。
ああいう感じのをね、やってますよね。砂押しも頑張ってね。ニュータッチはね、全国区だからね。砂押しは、まあ、知る人ぞ知るメーカーだと思うけど。まあ、駄菓子っていうのがありますけど、ダラーメンみたいな感じですかね。うん。決して大手にはなれないけど、細々と頑張ってるみたいなね。うん。少し前はね、さっき言ったニュータッチみたいな、ああいうご当地ラーメンが多かったでしょ。今は何々ラーメン監修みたいなのが多いよね、お店の。うん、天使の顔が入ってるようなバンダナかぶったさ、ヒゲ面の。あれが多くなってきたよね。監修だとお金がかかるからさ、高くてね、味もちょっと落ちるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、これ。高くなるのは間違いないですよね、それお金払ってんだから。そんなチャーシュー入れてねえだろってツッコミ多分あると思うんだよね。そんな麺じゃねえし、ストレート麺じゃなかったのみたいな、縮れ麺じゃんそれみたいな。うん、ビールの結論ですけどね、ちょっとね、恵比寿に似てる感じがする。飯と合わないんだよね、恵比寿飲むけど。ぶっちゃけ俺飯と食べますけど、飲みますけど、合わないんだよ、つまみに合うの。こういうプレミアムはね。ただ香りみたいな、そういうのはあんまりないと思いますね。仮面発酵なんで。うん。それはあんまり期待しない方がいいと思いますね。ホップの香りもしますよ。まあ美味しいですね。まあ日本ってつけるだけあってね、まあ恥じないビールだと思いますね。まあ、かなり上だと思いますね、これね。ランクは。うん。美味しかったですね。はい、ありがとうございました。